スペインで昔やってたっていうのもあるから、3年前にできなかったことを全部出し切る。ほら、ほら、汗。受けないといけないタイプの選手だからさ、うんうん、いっぱい呼んで、うん、一発ちょっと見せたいと思います。はい、イッチーにね、呼ばれたというか、今日朝俺起きたら、イッチーいなくて、LINE 見たら、なんか、先にグラウンド行ってるみたいな。で、自主練いつもしてるグラウンドに行くからって言って、今向かってるんだけど、イッチーもういるんだけど、なんかメニュー作ってんのよ。ちょ、見てほしいんだけど。おはよう。おはよう。今、イッチーと、合流したんですけど。どういうことこれは。これはちょっと、実は、汗には伝えなきゃいけないんだけど、すごい大事な連絡があって、なんか初日のライバルのチームに参加してたじゃん、その時にまあ活躍とか見てすごい良かったなと思ったから、ちょっと実は五分の練習ちょっとまあコンタクト取ったら、OK ってことで、マジ来週五分の方に行ってもらうことになったから、ちょっと練習しなきゃなっていうことで。あ、そういうことね。五分ってどんぐらいのレベルなの？その日本でいう、例えば分かりやすく、だいたい J3 の選手が来て、今5部でやってるって感じ。日本で言うのは J3 ぐらいな。そういうことね。日本でいうプロのレベルのチームに参加できるってこと。そうだね。おー、すごい、ガチか。ちょ、これめっちゃ楽しみだから、イッチが今日練習メニュー組んでくれるってことで。そうだね。OKOKOK。 じゃあちょっと早速、準備するわ、すぐ。じゃあやろう。今、イッチと話したけど、まさかスペイン来て5部に参加できると思ってなかったから、一回俺がスペイン挑戦するっつった時もその近くのカテゴリーだったから、結構緊張するけど、でもやっぱイッチがこうやって自分から動いてくれて、俺がゆっくり寝てる時に早く来て練習組んでくれるのは本当すごいありがたいから、ここを絶対無駄にしないように。5部で活躍できればすごいね、俺が目指してるプロにも近づくと思うし、リベンジャーズにもすげえ還元できるかなと思うから、ここはイッチーの練習に食らいついてしっかり準備していきたいと思います。じゃあもう準備し終わったけど、最初何からやる？最初ちょっとまあ軽くアップして、ランニング入れてストレッチしてって感じで、その後はコントロールオリエンタードっていうスペイン式の止める練習なんだけど、例えばフリーとか来てるよとかっていう、それに対してプレーの状況を変えてもらう。例えば俺がフリーって言ったらもうターンできるから、ターンしてドリブルであそこまで行く。でドリブルも2タイプあって、運ぶドリブルと抜くドリブル、抜くドリブルが1対1でガガッと抜いてくる、デガテって言うんだけど、で運ぶドリブルっていうのはコンディションって言って、5割とか6割でゆっくり運んで周りを見ながら相手のズレを生じさせるような、ゆっくり運ぶぬるいようなドリブル、ブスケツとかよく使うんだけど、今回はコンディションで向こうまで行ってもらって、この間で止めてもらうんだけど、その時に俺が言うから、フリーとか、なんかフリーだったらターンしてあっちまで行っちゃっていいし、フリーだったら俺にリターンして右左に動いて、一回リターンパスもらってターンしてあそこまでコンディションしてもらうっていう感じのが1個目だね。じゃあとりあえずアップして1個目やろうか。そうだね。あとは意識してほしいのは、すでにシチュエーションを想像しながら練習してほしいなっていう。これ結構スペインではやったりする？やるやる、ユース年代では絶対やるから。よし、じゃあ行こう。よし、アップ終わったんで早速やっていこうと思います。じゃあこの中に入ってもらう。 OK。 スペイン語でフリーはソロ。ソロ、そう。ソロって言ったらフリーだから、自由にやっていい。オホって言ったら来てるっていう。あ、OKOK。 オホ、かテビエネ、来てるよみたいな、そう、テビエネかオホって言ったら来てるから、俺にリターンしてマーク外す動きしてもらって、右に開いてもらって、で俺ワンタッチで早いボールターンできるようなし、パッて出したら、で、あの向こうまでゆっくりドリブルして、帰っていって俺にパス出して、次行くからって。
最初この3つだけでやる。オッケー、オッケー、よし。そうだ、ゆっくり5割ぐらいで。これは顔上げながらだ。そう、顔上げながら、顔や呼吸しっかり整えて。はい、ほほ開いていいよ。はい、あ、ダイレか。そう、ダイレでもいい。もう2段したらすぐ開いちゃっていい。オッケー、手びれ。あー、いいぜ。いくよ。しっかり顔上げながらね。オッケー、おほ、はい、してみる、はい。基本的に全部良かったけど、まああとドリブル時もうちょい顔上げて、うん、一定のスピードで緩急がないように、うん、緩急何が一番いいかな。ゆっくりゆっくりと、そうそうそう。レガットやったらまあ抜くじゃん、うん、パンパンの方がいいけど、このような顔上げながら相手を探ったりもするから、試合中で。ああ、そういうこと。その時は顔上げながらしっかり。日本人さ、このドリブルできなくない？そうなん、あんまできる人いないじゃん。そうだよね、使い分けが大事だから、うん、オッケーオッケー。じゃあ次そこちょっと意識してもらって。オッケー、やろう。オッケー、おほ、はい、トロ、ごめん、ずれた。ナイス、バスペル上げるよ。上げよう、オッケー。トロ、ごめん、浮いた。でもナイスだよ。手びれ。あー、これだ。ちょっと今迷った。迷った。聞いたことない言葉出てきた今。そういうことで、はい、どうでしょう。はい、おほ、これ意外ときつい。でもそうだよね。やって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 みたいな。どんどん増えて横にも人つけてみたいな。トロ、手びれ、はい、おい、トロ、ナイス。継続して中でやるでしょこれ。やるやる、めっちゃいい練習これ。次は、次はなんと増えます。オプションが、選択肢が増えます。ソロとかのやつが増えるってこと。いや、右に行ってもらったりする、ワンタッチで。あ、そういうことね。そういうこと。オッケーオッケー。ベルチャって言ったら右行く。イッチーから見て右、俺から見て右かな。で、俺がイスケールだって言ったら左。左、そう。それはワンタッチで落としてって言われた後に言われるってこと。うん、もう普通にタッチで、うん、あのライン際まで行っちゃっていいよ。あ、こっちタッチでもう、そう、俺が右って言ったら俺から見た右を、うん、アスエが行く。あ、オッケーオッケーオッケー。ファーストタッチでいいとこ落として、うん、でかくなっちゃうのも良くないし、うん、しっかり意識して。オッケー、よし、やろう。オッケー。バルサとかやってんでしょこれ。めっちゃバルサやってる。あいつらね、化け物なのが10歳からこれできてんだよ。すげえわ。そう、そりゃね、日本とやっぱ差が生まれるよね。そうね。じゃあ行くよ。オッケー、おほ、あーこういうことね。そういうこと。そこはさっきと違うから俺に返して。そういうことね。今めっちゃ右左考えた。増えたからね。増えた、マジすげえこれ。じゃあ行くよ、はい、ベレッチャ、イスケールだ、イタチ、おほ、はい、トロ、トロ、ドリブルする時さ、結構スピード乗ろうとしちゃってるから、うん、顔もあんま上がってなかったから、うん、サンして顔上げる感じで運んで、ビルドアップする時にこうやってゆっくり取って。ああ、そんなゆっくりゆっくり大丈夫、本当に6割ぐらいで、うん、大丈夫だから。日本でターンしたらさ、うん、すぐ前に行けみたいなシーンは多いじゃん。そうだね。だから俺このイメージでは俺トップしてやること多いから、うん、ボランチとかから入って、うんうん、もうすぐこう、あー、相手をね、置き去りにしなきゃいけないんですよ。全然それはなんかね、また違うタイプのドリブルだから、うん、今回はターンした後は周り見ながら顔上がるのが大事だから。結構、あ、じゃあもっと状態起こしていいんだ。状態起こしちゃってゆっくり大丈夫。オッケーオッケー。トロ、こんな感じ。そう、こんな感じ。いいよいいよいいよ。もっと顔上げる感じだよね。顔上げて、あの、し
かに盲点まで見えるぐらい。オッケーオッケー、エリソン、ナイスナイスナイス。ナイスタッチ。そう、顔に顔見ながらって。オッケー、出れちゃう。トロ、ナイスナイスナイス。ゆっくりでよ、ゆっくりでよ。これね、見かけによらずクソハード、やばい。どうだった？一中から見て。まあでもやっぱりその普段日本でプレーしてるとスピード意識しろって言われて、うん、その意識の仕方がスペインでやっぱ違うのかなと思って、うんうんうん、本当にゆっくりのところゆっくりだし、めちゃくちゃビルドアップの時は、うん、無理にスピード上げない感じがすごいスペイン風って言ったらあれだけど、そういうことね。ちょっとこれ日本で帰ってもトレーニングできるように、これちょっとやってみろ。終わり？まだあるよまだあるよまだあんのね。そう、次はじゃあアセの好きなシュート。おお、それで走ってもらうんだけど、結構フィジカル的な要素も入る。入る入る、入る。いいねいいね。息上がった中でいかに強いシュート打てるか、うんうん、試合中もう 100% で打てる状態なんて大事じゃないね。スピード上げて打ったりとか、うん、しかもどんなボール来るか分かんないから、うんうんうん、対応できるように、うん、まあこう出してもらって、うん、でここまで行ったら戻る、でここまで 100% でこう戻って、で俺があの辺に立ってるから、それはこういうイレギュラーなボール出すからバンドにしっかり合わせて左足で打ち込む。あ、じゃあシュートはワンタッチ、ワンタッチの方がいい。 OKOKOK、よし、何本やるか回数決めよう。じゃあ6本やろう。よし、6本、3は決めたい。これやばい。やばい、この連続した動き。4本目、よし、あー、これなんだよね、疲れている時にシュートが入らない。リベンジャーズでもそうだからさ。よし、ゼロ。これ結構やばい。ゴム行くんだったらもっとこういうのも決めないとだよね。そうやな。よし、4本目、あと3本。枠に決めればいいのに。よし、ラスト、ラスト決めて3点で終わらすわ。一本も入んなかった。ここ標高高い。あ、もう回ってない。一本も入んなかったから、ちょっとこの後スペインでまだ時間作れるからこれの練習するわ。日本でもちょっとこれやるわ。ナイストライリー。まあちょっといきなり呼んじゃったのは申し訳ないけど、まあでも5番に参加するし、うん、本当に J3 よりもレベル高いから、うん、しかも言語わかんない中での挑戦になるから、
今日見た感じだともっとやんなきゃっていうのは俺は思ったね、うん、そうだよね。まあなんかやっててもやっぱりなんだろう、そのさ最後のシュートとか最初のパスコンのやつももっともっと判断早くしないといけないし、やっぱ俺の今の課題的に呼吸が上がってきたり心拍数が上がってきたりするとプレーの質が一気にガクッと落ちちゃうのが今の現状だから、やっぱり J3 とかさ5部とかレベルが高い中でもっともっとやんないといけないなと思ったから、今回こうやってイッチーが呼んでくれて、しかもめっちゃいい報告というかさ、俺も初日の練習結構自分でもあんまいい感触はなかったけど、でもそういう風に評価してくれたっていうのはすごいありがたいから、だからこのイッチーのやってくれた練習とか、イッチーはスペインに5年いるのかな。そうだね。だからスペインのサッカー分かってるから、そこをちょっと自分のものにできるようにトレーニングしていくわ。うん、ありがとう。頑張ろう頑張ろう。マジやるし、マジちょっと無双するわ。マジ腹立つ。マジカチカメラ回さなくていいよ、本当に。関帰るわ。